はい、皆さんこんにちは。今日の病気の学校は再生医療編その5ということで、細胞から臓器へというテーマでお話ししていきたいと思います。スタップ細胞とは何であったのかということもですね、こうお話ししていきたいなと思ってるんですけど、ここまでちょっとたどり着けるかどうかってね、結構話が長くなっちゃうんですね。なのでまたちょっと行けるだけ行ってみたいということで、丸1としました。で、前回動画では、25年前に動物実験の手品的な、まあ結果からですね、再生医療が始まったっていう話をさせていただきました。まあ、前回動画、これまだ見てない方いらっしゃれば、またこちらの方から見ていただいてもいいかなと思いますけれども、まあそこのおさらいをね、ちょっとしておきたいんですけど、1997年、今から25年前に、プラスティック&リコンストラクティブサージェリーっていう雑誌があって、まあそこの雑誌に、まあ、掲載された論文が世界に衝撃を与えたんですね。まあこれなんですね。まあこの写真がドーンと出てですね。まあマウスの背中にちょっと気持ち悪いんですけど、人間の耳が乗ってると。まあこういうふうに人間の臓器をうまく実験室で作ることができるっていうね、そういうまあ論文を書いたんですよ。で、これは具体的にはマウスの背中に、まあ、ポリマーで骨組みを作って、で人間の軟骨細胞とか上皮細胞を移植することで、まあ、人間の耳を作成したっていう。これをティシューエンジニアリング、組織工学とかって言ってですね、まあ、大変これが世界に駆け巡ったニュースになったんですね。まあ、この、論文の仕掛け人っていうね、まあ、著者が、MIT、マサチューセッツ工科大学のロバート・ランガー博士というのと、ハーバード大学医学部のチャールズ・バカンティ博士という、この2名が、まあ、やった仕事なんですね。で、このロバート・ランガーって人が工学部の人で、チャールズ・バカンティという人が医学部の人で、まあ、医学部と工学部の研究者が協力することで、こうやって人間の臓器を、まあ、自由自在に作れるんじゃないかということを、まあ、一般の人に錯覚させたんですよね。という、まあ、そういう論、まあ、業績なんです。これで一躍有名になったわけですけど、まあ、このチャールズ・バカンティという人が、まあ、前回動画でも説明した通り、そもそもそのスタップ細胞というものを考案した、まあ、その考え方、理論を、まあ、提唱した人なんですよ。で、ここのオバカンティさんの研究室のもとに留学した大方春子さんが、まあ、そこでバカンティの指導を受けて、まあ、研究をまあ再開して、まあ、それでまあ一連の騒動につながっていくという流れになってるんですよね。なので、まあ、このバカンティさんという人がね、そもそもまあ、ややね、まあ、うさんくさいんですわ、はっきり言うとですね。で、なぜかっていうと、まあ、このマウスの背中の人間の耳っていう、この実験は、実は全然成功してなかったんですよ。で、これ一瞬ね、まあ、何日かはこういうふうにできるんですけど、だんだん形が崩れていって、ネズミの体内に吸収されてっちゃったんですね。なので、こういう吸収素材でいくら骨組みを作っていてもですね、だんだん自然のこのマウスの総称注力で、もう異物がこうマクロファージ君とかが食べますみたいな話しましたよね。で、それはまあまだ見てない方おられたら、その再生医療編の総称中のところの動画見ていただければと思うんですけど、まあそういう感じで体内に埋め込んだものはどんどん吸収されてしまったんですね。で、結果的に2ヶ月持たずに跡形もなく亡くなってしまったというのが、まあこの実験の結果だったんです。でもそれに関してはあんまり知られてないんですよ。で、結局人間、まあ一般の方はですね、人間のこういった臓器が自由自在にもうすぐ作れる未来が近づいてるんだっていう風に勘違いしちゃったんですね。まあ、そこがそもそもこの再生医療の発端になってるんで、まあ、このまあ与えた影響っていうのはかなりまあ良くも悪くもですね、大きなものになっていきます。というわけで本日の授業の内容は、まあ、そもそも再生医療は、バカンティさんがいきなりこういうふうにできるよってゴールを示してしまった。まあ、それが虚構だったわけですけども、いきなりゴールを提示しちゃったもんだから、25年経っても、まだ全然進んでないじゃないのっていう印象を与えてしまうんですね。まあ、いきなりだって、まあ、嘘のゴールを出しちゃってるわけですからね。そうすると、まあ、まだおそらくですね、そのバカンティが出したゴールには、おそらく 10% ぐらいしかまだ近づけてないっていうような状況かなと思うんです。で、ただその過程において、iPS 細胞とかよりもっともっと重要な業績っていうのは、まあたくさんあるんですよね。まあそれを、まあちょっとどんなものがあるかっていうのを、まあ見てみたいと思う。というのは、もちろんね、iPS 細胞とかクローン技術、ES 細胞、この辺ってすごく大事な、まあ発見で、まあこれがすごく有名なんですけれども、まあこれだけじゃないんだよっていうことなんですね。で、iPS 細胞っていうのも、まあいきなりやったらできちゃったみたいな、そういう細胞なんで、その理屈とかがあんまり解明されないままにポンと出てきちゃった。まあこういう技術がね、クローン技術とかもいきなりクローン羊のドリーちゃんとかがもうポーンと生まれちゃったりとかって、あの理論が解明される前にドンといきなりこうセンセーショナルな、まあ
まあ、写真とか動画としてこう出てきちゃうもんだから、まあ、それで、まあ、ちょっとおかしな方向に行っちゃうっていうね。で、そういった成り立ちから、とてもね、スキャンダルの多い、まあ、研究テーマであるとも言えるんですよね。でも、現実地に足をついて考えてみると、まだそのゴール、みんなが思ってるゴールから 10% ぐらいしか進めてないんだよっていう話なんです。ということで、今日の話の内容は、まあ、25年経ってなお、まだ 10% の進捗なんだけど、これはいきなりバカンティがゴールを指し示してしまったこととか、iPS 細胞が突然できてしまったことによって、まあ、変になっちゃったということなんですね。もう少し、もっとその前に積み重ねていくべき基礎的な理屈とか理論、原理、そういった解明が先にあるべきだったんですね。まあ、その辺についてちょっとお話ししていきたいと思います。25年経っても、まあ、なぜ臓器は作れないかっていう話なんですけど、こういうふうに人間の体にたくさんの臓器ありますよねと。じゃあ手始めにこの肝臓を作ってみましょうと考えたとします。ただこの肝臓っていうのは、何もね、一つの肝細胞っていう肝臓の細胞一つからできてるわけではないんですよね。まあ、この肝臓の中には肝の実質細胞の他にも胆管の細胞だったり胆のうだったり血管、動脈とか静脈のそういった内皮細胞とかそういうこういった他の構造物を作ってる細胞がいろんな種類のものが入り組んで三次元的に複雑な構造を作って成り立っている。それが肝臓っていう臓器なわけですよね。 iPS 細胞とか ES 細胞っていうのはあくまでも単独の細胞のレベルの話なんですよ。 iPS 細胞が神経の細胞になりますとか上皮の細胞になります、筋肉の細胞になりますとか、いろんな内分泌細胞になりますとか、そういう確かになるんですよ。 iPS 細胞はすごい技術なので、どんな細胞にも、まあ、作ることができるっていう素晴らしい技術なんだけれども、まあ、そこから臓器を作るっていうのはもっともっと高次元の難しい話なんですよ。もうちょっとわかりやすく説明すると、臓器を作るっていうのは、まあ例えて言えば街づくりみたいなもんですと。まあこういう街を私たち作りたいんですよ。これは肝臓だとしますね。なんとなく形が似てるんで持ってきたんですけど、まあこれがまあこういう街を私たち作りたいんですっていう、まあゴールをね、いきなりこうバカンティが見せちゃったということなんですよね。で、ES 細胞、iPS 細胞っていうのはあくまでも優秀な細胞。どんな人間にもなれるというね、そういう優秀な細胞なんだけど、現時点では神が街づくりに最も重要な人間の種を作ったという、そういった段階だと思ってもらったらいいかなと思う。つまりこういう赤ちゃんがたくさんできましたよと。で、この赤ちゃんは将来的には建築士になるかもしれないし、まあ、例えば、まあ、弁護士になるかもしれないし、医者になるかもしれない。何になるかわかりませんけど、まあ、とにかく未来、可能性を秘めた、たくさんの、こう、赤ちゃんを作ることができた。そして、この人たちが大人になって活躍して、そして、最終的にこういう街を作ってほしいっていう話なんですよ。まあ、さっき 10% って言いましたけど、10% もできてないかもしれないんですよね。まあ、まだこういう細胞レベル、人間が生まれましたっていう話。そして、この人間たちが社会を作り、そしてこういう大きな街を作っていく、都市を作っていくっていうレベルになるまでにどういう過程が必要か、それってなかなか想像するの難しいですよね。つまり問題は、細胞が人間一人一人っていう、こういう細胞が街みたいな臓器になるという、その本質的な仕組み、その過程が分かってないってことが一番の大きな問題で、赤ちゃんのレベルを見ていても、この都市がどうできるのかっていうのはちょっと人間の想像力をはるかに超えちゃってる複雑な世界、仕組みがあるんだろうっていうことになります。例えば肝臓はこう切り取りましたと、そうするとまた再生するっていうことが言われてるんですよね。他にも例えばトカゲの尻尾は切ってもまた長さがまあ元に戻るというふうに言われてます。ところが、肺はこういうふうに切り取っちゃったら、これも一生元に戻らないんですよね。肺を下半分切っちゃったら、もうこの肺活量で行くしかない。ということになるわけです。つまり、トカゲの尻尾は切ってもまた生えてくるし、肝臓を切ってもまた再生して大きくなる。ただ、人間の指は切っても生えてこないし、肺は切ったらその分小さくなる。で、肺活量も減ると。例えば、あとは歯とかも不思議ですよね。人間の歯って一回抜け落ちて、一回生えない、大人の歯になったらもうこれは二度と生えないわけですよね。で、こういう仕組みって全然解明されてない。なぜ臓器は再生したりしなかったりするのか。なんで変な形になっちゃったり、例えば再生した時に、まあ、トカゲの尻尾が変な形、短くなりすぎちゃったり、長くなりすぎちゃったり、肝臓が再生してここが大きく膨らんじゃったりね。そういう風になんでしないのかってね。こういう人間の臓器の形がどういうメカニズムで維持されてるのかということは、実は全然わかってないんですよね。
まあ、例えば、まあ、これは鬼滅の刃の、確か上弦の3の赤座さんって人いるんですけど、こうスパッとね、腕切られてもバシッとこうすぐ再生するんですよ。これ上弦の鬼はね、再生速度がめちゃくちゃ速い。でも元通りになるんですよね。で、これ長くなりすぎちゃったり、まあ、変な風に、この入れ墨の後まで一緒なんですよ。これなんでこういう風になるかって全然わかってないし、これ加減の3だったかな。これ加減の3がね、いきなり首切られ、無惨様にこう首を切られると体が再生できないらしいんですよ。なぜ再生できないのかって、こういう仕組みも全然分かってないっていうことなんですよね。まあ話は戻しまして、まあ臓器を作るというのは基本的に現代の医療技術ではまだ無理だっていうことなんですよ。で、生体の材料とか、それと一緒に細胞を埋め込んでも、さっきのネズミの背中の耳みたいに自然に吸収されて形は維持できないんです。なので、吸収性の素材で臓器を作っても、一時的にはできるかもしれないけど、長持ちしないっていうことが分かってる。だから、体内に何か埋め込むとしたら、形の崩れないものを今は埋め込んでるわけですよね。例えば人工関節って言ったら、まあ、金属製のチタン製のこういうものを埋め込んでいるし、心臓の弁とかもそう、ヘルニアとかで入れるメッシュとか人工血管とか、中心静脈ポートとかね、ペースメーカーとかこういうの全部人間の体に全く吸収されないものを選んで作ってるんですよ。吸収されちゃうと形が崩れちゃって関節とか弁とかの、動きがおかしくなっちゃったらもうまたやり直さなきゃいけなくなっちゃいますよね。だから人間の体に吸収されてかつそれで元通りに機能するみたいなそういう材料ってのは全然ないっていうことなんですよ。だからしっかり長期間動かしたかったらもう再生とかじゃなくてこういう人工物に頼るしかないっていうのが現在の医療なんですよね。つまり吸収されてなお効果をも発揮する材料とか細胞っていうのはそういうものを開発するにはそもそも細胞がどうやって三次元構造を作って維持してるのかとかそういう原理を、まあ、知る必要がある。全然それ分かってませんよねっていうことなんですよ。で、これはねなかなかね発想想像することも難しくてもう多くの研究者がこういうところを全く手つかずでいたわけなんですよね。まあ、これは宇宙兄弟っていう漫画から漫画の話ばっかりで恐縮なんですけど撮ってきてアリの話があってですね。で、一次元アリ、二次元アリ、三次元アリって話があるんですよ。で、二次元アリっていうのは平面しか動いてないから、こういう壁ができた時に、まあ、ここでもう、どっか右に曲がるか左に曲がるかっていう、そういう選択肢しかないんだよと。ところが、中には三次元アリっていうのが登場して、なんとこう壁を登り出す奴らが出てくると。まあ、こういう三次元アリっていうのはもう、まあ、すごく稀なアリなんだけれども、まあ、こういう人たちの挑戦によって、新しい世界が切り開かれていくんだよ、みたいな話があるんですけどね。まあ、それと同じで、まあ、この細胞を、がどういう風に三次元構造になっていくかっていう、ここの発想って、まあ、すごく難しいんですよね。で、その難しい課題に、まあ、最も近づこうとしてたんじゃないかなっていう先生が、まあ、僕の知る限りではこの笹井良樹先生じゃないかなという風に思ってるんですね。これは2013、もうお亡くなりになってるんですけど、もう2013年の時に、上原記念生命科学財団というところから表彰されてるんですけど、まあ、そこのホームページを引用させていただいてるんですけど、まあ、ちょっと難しいことがごちゃごちゃ書いてあるんで、まあ、後ほど詳しくゆっくり説明したいと思うんですけど、まあ、すごくねそれまでにの考え方を、まあ、一変させるようなねことを、まあ、考えてらしたんですよね。こう題名が書いてありますけど、まあ、幹細胞の自己組織化による臓器形成の自律制御原理の研究ってすごく難しいこと言ってますけども、かいつまんで、まあ、分かりやすく言うと、まあ、要するに幹細胞って何にでも変化できる細胞がどういうふうに自分の組織に入っていってそして臓器を作っていくのか、それを自動的にやっていくわけですよね。まあ、その自律制御原理ってね、自動的に臓器ができていく、これがどういう風な仕組みになっているかということをもう真っ向から解明しようとした研究者なんですね。この笹井先生のこの写真は、お写真は、理化学研究所のホームページから引用させていただいてますけど、まあ、笹井先生、僕も少しお話ししたことありますけど、複雑なものをね単純にするんじゃないんだよと。普通、まあ、学問ってよくわからない現象を単純化して公式にしたり何か原則を見つけたりするもんだと思ってるかもしれないけど、もう生命科学っていうのは変わってかなきゃいけないんだよってことをおっしゃって、僕はもうこの話を聞いた時すごく衝撃を受けたんですけどね。複雑なものは複雑なまま継続しなければいけない、そういう技術革新が必要ってことをおっしゃってたんじゃないかなというふうに、まあ、振り返って思うんですよね。まあ、これはよくライフサイエンス生命科学のパラダイムシフトを提唱していた、まあ、本当に、まあ、最先端の当時ね2010年ぐらいに僕お会いしたんですけど、まあ、その時の、まあ、お話は本当にね素晴らしいお話だったんですね。まあ、分子生物学っていうのは難しいものをバラバラに分解してきた学問である
ておっしゃったね。つまり、まあ、細胞とは何か、細胞の中に核があって、核の中に DNA があって、染色体があって DNA があって、DNA っていうのは、塩基の配列でできていてとかって、そういうふうに、もう細かく細かく分解して、で、どこの塩基配列がどういう病気の原因になっているとか、まあ、とにかく難しいものは分解して、細かくバラバラにして見てみましょうという学問だったんですね。ところが、まあ、それではただ分解するだけではわからないことってあるんだよ。で、何がわからないかっていうと、じゃあそのバラバラに分解したものを組み立て直す方法がまずわからない。そして組み立て直した後、それがどういうふうに動くかわかりますかっていうことなんですね。で、そういう生命動態を予測し、その動きをコントロールするというようなことを考える。まあその仕組みがどうなっているかというのを解明する。まあ、こういった方向に研究者をシフトしていかないと、いつまで経ってもこう再生とか、もうそういうもの発生みたいなものは、わからないんだよってことをおっしゃってたんですよね。つまり、こういうバラバラにして、その要素を分解してみると、要素還元論的アプローチというんですけど、そういうものから構成論的アプローチにシフトしていきましょうっていうことを提唱していた。まあ、その、まあ、日本では初めての先生じゃないかなというふうに、まあ、僕は思っているんですよね。で、まあ、この笹井先生の業績のまとめっていうのが理化学研究所のホームページにありまして、まあこれ概要欄に貼り付けておきますので、まあ結構難しい話も多いんですけど、中には結構細胞からこう目の網膜がどういうふうにできるかみたいなことを動画で解説してるような、まあ、説明もあるんですよね。で、すごく面白いんで、まあこういうことに理系のことに興味がある人いたらぜひ見ていただければと思うんですけど、まあものすごい業績たくさんあるんですよね。ただ、まあ、これもご存知の方いらっしゃると思うんですけども、これは、おぼかたさん事件、スタップ細胞事件で、その責任を追及されて、まあ、そのおぼかたさんの、まあ、直接そのスタップ細胞の原理を教えたのは、先ほどのバカンティなんだけど、それを論文にして、まあ、この論文の書き方というかね、を指導したのが、この笹井先生だって言われてるんですよね。で、この笹井先生ってね、もう本当に論文書くのがお上手な先生で、もう英語とかの、まあ、その文章とかがね、すごい洗練されてるんですよね。で、まあ、とにかく、まあ、天才的な人だったんで、まあ、大岡田さんの、まあ、ただの、よくわからない、その実験結果とかを、まあ、こういうふうにまとめて、こういうふうに書いたら、いい論文になるよっていうことで、まあ、それを教えてしまったんですよね。で、その結果、まあ、すごく、ネイチャーとか、そういうサイエンスとか、そういう雑誌に載ってしまって、大騒ぎになってしまったということなんですよ。で、その責任を、まあ、かなり追及されて、まあ、心労が溜まってですね、まあ、本当に、残念ながら、まあ、自殺して亡くなられたと。それが2014年の事件であったんですよね。と、ネイチャーをはじめとする、もう世界中の科学雑誌とか科学者から、まあ、大変な損失であると。で、日本っていう国は未だにそういう切腹みたいなのがあるのかと、何かの責任を取るみたいなことで、もう自殺しなきゃいけないのかみたいなことまで、結構海外から批判されてね、日本だけじゃなく、これは世界中の研究者から、まあ、惜しまれた人だったんですよね。まあ、私もそう思っていますけども、まあ、そういうことでですね、ちょっと紹介させていただきますが、まあ、これ結構根が深い問題なんですよ。つまり、バカンティがやってるみたいに、ただやったらできましたよとか、まあ、そういう話じゃなくて、どうして生命の形が作られているかっていう、その本質を追求しようとした先生なんですよ。その先生が、まあ、なぜ、もう自殺しなきゃいけなかったのかなっていうのはね、もうすごく残念なんですよね。で、これも笹井先生から教えていただいた、まあ、お話なんですけど、まあ、2010年頃のね、このインテルの CM があるでしょっていうふうに教えてくれたんですけどね。で、まあ、その思い出話も含めてここに出してるんですけど、まあ、分解くんってなると。で、興味を持つと何でも分解してしまう天才少年の話で、まあ、インテルの CM でこういうのがあって、で、なんかこう物をすぐ分解しちゃうんだよとね。で、これで最終的にはお父さんが仕事に乗っていく、まあ、車まで全部分解しちゃってみたいな話よ。こういうふうに昔からまあ興味がある科学者がやることって分解することだったんだよと。で、分解してどんな風な仕組みになってるのかなっていうのを見るのが得意。それが科学者だったんだよと。ただこのまあネタにはオチがあって、これ元に戻せなかったらごめんねっていう話なんですよね。つまり分解したはいいけど、これがどう組み立てるのかしらっていうのが結構科学者の苦手とするところだ。っていうことなんですよね。で、例えばこのフラクタル図形って有名な図形があるんで、まあご存知の方もいらっしゃると思いますけど、線を3等分して真ん中を正三角形にこう持ち上げるっていうね。で、これをまあプログラム化して、こう繰り返しこれをずっとこの作業をしていくと、まあ、だんだんこういう風になっていくっていうね。こういうのを北極線って言うんですけど、複雑形とかフラクタル図形とかって言って、同じパターンで何度も何度も繰り返し変形をさせていくようなことをすると、まあ、どういう風になるでしょうかっていう話なんですよ。で、これ
ね、YouTube チャンネルに数値計算部、かっこ物理、数学っていうのが、あったんで、ここでちょっと見たらね、結構面白かったんで、ぜひこのチャンネルも見ていただければと思いますけど、そこから引用させていただきましたけど、この国宝曲線っていうのは、このパターンでいくと、コンピューターに演算させると、まあ、こんな風になりますよね、と。で、このパターンをちょっとこう斜めにしたらね、どうなるかっていうと、まあ、こんな風に歪みますよ、と。で、例えばこれって、このパターンをこういう風にするって、これ単純なことですよね。ちょっとしたことですよね。ちょっとしたことで、それが最終的な形態全体に与える影響って、これ人間のイメージ、頭で予測できると思います？なんか結果を出されると、あ、なるほど、こうするとこうなんだねってわかるかもしれないですけど、まあ、ここの時点でここを曲げたらどうなると思うって言われて、この絵がこう正確に描ける人って絶対いないと思うんですよね。ちょっとこういう風にしたらこうなりますよ、みたいな。あと、例えばこういう風にしたらこうなりますよ、みたいなのって、まあ、結構、まあ、言われたらそうかなって思うんですけど、自分の頭で想像してここにたどり着くことってまずできないと思うんですよね。まあ、こういうね、複雑系の、まあ、演算、いろんな、シミュレーションって言うんですけどね。まあ、こういうのパスカルの三角形とか、クローバーの三角形とか、いろいろな、まあ、演算したものが、この、数値計算部っていうチャンネルに、出てましたんで、まあ、良ければぜひこの動画ね、見てもらえると面白いかなと思いますけど、こういうのを複雑系っていうふうに言うんですよね。で、こういう、まあ、人間の頭では想像できないことをコンピューターがこう可視化してくれるっていうことで、まあ、コンピューターってすごいやっぱり人間にできないことできるよねっていう話なんですよね。そもそも生命の形っていうのは、まあ、単調な繰り返し構造があって、まあ、それが単純な繰り返しによってこう複雑系になっていくという、そういったものが多いですよねと。例えばこんな構造とか、こんな構造がこの繰り返し構造を作っていくことで、まあこういう木の、樹木のようになったりするわけですよね。まあこういうパターンをちょっと変えるだけで、こういう風な木になったり、こういう風な木になったり、はたまたこういう風な木になったりするわけですよね。木の形が、まあそれぞれ木の種類によって違いますよね。それはこのパターンが違うから、最終的に出来上がってくる木の杉の木はこうとかね、ポプラの木はこうとかっていう形になってくわけですよね。そういうわけで、最初のこの繰り返し構造の初期プログラムのわずかな変化、そういうものが最終的な表現形に大きな変化を与える、大きな変化の違いとなって出てくるわけだけど、それは人間の頭ではなかなか想像しにくいんですよね。生物についても一緒で、生物の形態を分析する際に、複雑な現象を単純な要素に分解して法則を見つけるっていう、そういう要素還元主義では限界があって、複雑なものを複雑なまま理解し、そしてその例えば細胞分裂が繰り返されていったら、どうしてこう肝臓の形になるのかな、それはどういう繰り返しプログラムによってそうなるのかなっていうことを、まあ、シミュレーションしたり考えるというかね、まあ、そういうコンピューターとかを使って演算していくことで、まあ、可視化していかなきゃいけないんじゃないかっていうことなんですよね。複雑系の話で言うと、まあ、全体とは部分の相和以上の何かがあるというふうにも言われてるんですよね。この、まあ、かなりね、まあ、難しい話のようになってきましたけど、じゃあこういうものの繰り返し構造がどうなってるかとか、そういう複雑なものをどうやって計測したり、それを用いてどう予測するのさっていうことなんですけど、まあそれは確かにご家庭のまあパソコンとかではね、いくらなんでも限界がありますよと。で、そこで登場したのがこれですね、スーパーコンピューターなんですよね。で、これは、まあ、今ちょっと名前変わっちゃってますけど、2010年当時、計算科学研究機構っていうのが、この理化学研究所、笹井先生が勤務されていた理化学研究所に、まあ、併設されて、まあ、神戸のポートアイランドのところに立ってまして、まあ、こんなね、まあ、ソロ版みたいなオブジェがドーンと立って、まあ、立派な建物がね、作られていて、まあ、そこに登場したのが、K っていうね、コンピューターですね。まあ、これは、ま、日本語のこの京都の京っていう、K っていうね、まあ、意味もありますし、千万億兆計の計っていう意味もあるんですけども、まあその計っていうコンピューター、スーパーコンピューターが2010年頃に登場して、で、これ建物がね、この建築当時のものなんですけど、まあ、この建物が全部コンピューターなんですよ。で、中これね、見学させてもらったこともあるんですけど、まあ、最初だだっ広いね、こういう敷地に、もうハードディスクがブワーって並ぶみたいなね、こういう感じの、まあ、このぐらいの規模の、まあ、スーパーコンピューターを2010年当時に作ってですね。で、今現在は2021年から本格稼働してるのは、また富岳っていうね、新しいのになっていますけども、まあ、当時はね、この K が、まあ、10年ぐらいね、要するに、
頑張ってくれたわけですよね。で、当時のこれホームページなんですけど、ここにね、K を使った戦略5分野っていうのがあるんですよね。で、予測する生命科学、医療及び創薬基盤、ここなの第一分野1番で、ここに出てるのが、まあ、やっぱりこのスーパーコンピューターを使って、まあ、笹井先生が推し進めようとしていたね、予測する生命科学というのはまさにここの分野であり、まあ、一番期待されてたところなんですよね。で、他にも、例えば、まあ、地震の予測とかね、あとは、まあ、ものづくり分野とか、宇宙とかの解明、そういったものにも、まあ、使っていけるよねっていうような話で、まあ、今だと富岳がね、一躍有名になったのは、コロナのウイルスがどういうふうに、こう、飛沫で感染するかみたいな話、見たことある人いるかもしれませんけど、まあ、そういう感じで、まあ、いろんな、この分子レベルの、まあ、繰り返し構造をプログラムして、それを可視化するみたいなね、それが、まあ、コンピューターの最も得意とするところで、まあ、そういうね、ことがもう10年ぐらい前からずっと言われて、進められてたわけですよね。ところが、まあ、こういうことに、まあ、やっぱりね、よくわからず、批判したり、反対する人が出てくるんですね。で、その、当時のことをちょっと思い出していただければわかるかなと思うんですけど、その、ま、急先鋒がこれですよね。2位じゃダメなんですかっていうですね。ロケットとか、スパコン業務は、これ、そんなに頑張る必要ないんじゃないですかと。で、ここにそんなにお金かけなくていいんじゃないですか。もう国の予算大変なことになってるんですよと。で、スパコンで世界一を目指してるね。K、スーパーコンピューター K は実際に、まあ、世界一取ったんですよ。まあ、一時的にはですけどね。まあ、その後またすぐ追い抜かれちゃうんですけど、まあ、結局1位取れたんだけども、2位じゃダメなんですかっていうふうに言われちゃうんですよね。まあ、2位じゃダメとかそういうレベルの問題じゃなくて、仮にその時点で世界一のコンピューターを作ったとしても、それでもですね、例えばその地震を予測するとか、コロナの飛沫の飛ぶこの範囲とかを予測するとかっていう、まあ、ことをするには、全然演算力として足りないんですよね。特にそういう細胞がどういうふうに分裂して臓器を作っていくかみたいなことをシミュレーションしようと思ったら、もうとてもじゃないけど、この時点の K をもってしても、全然演算力が足りないんですよ。だから、もう2位じゃダメどころか、1位を取ってもまだまだ全然目的とする、まあ再生とか医療に使うみたいなことはできないという状況において、まあ2位じゃダメですかっていうのは、まあちょっとまあ議論としてはややナンセンスかなというふうに思いますけどね。まあただまあこの方たちもまあ一生懸命仕事した上での発言でしょうから、まあそれ以上はまあどうかなと思いますけど、まあそういう時代背景、なんとなく思い出していただければと思うんですよね。で、余談ついでに、例えばスーパーコンピューターの発展がどういうふうに世界に役立つかっていうとですね、例えばなんで核実験って今禁止されてますけど、なんで禁止されてるかってご存知でしょうかね。これって別に倫理的な道徳的な観点から禁止されてるわけではないんですよ。もともとは核実験ってこうやって地上とか海上でやってたんですよね。それでいろんなトラブルが起こったわけですよね。日本の漁船がこう被害を受けたりとかしたこともあったわけですよね。で、1963年に部分的核実験禁止条約っていうのができて、まあ、地上でやるのはやめましょうよと。で、そのうちこう地下核実験ってね、地下でこう爆発させてやると、そうするとこう地面がボコってへこむんですけど、こんな感じで、まあ、こういう地下核実験に移行してったのが今からまあ60年ぐらい前の話なんですよね。で、そこからさらに30年ぐらい経って、1996年には包括的核実験禁止条約っていうのが結ばれまして、これでもう全面的に、まあ、世界中ね、やっぱり核実験やめましょうよっていうことになった。この1996年以降、核実験を行った国っていうのは、インド、パキスタン、北朝鮮のみと言われてるんですよね。まあ、南アフリカとかがやったんじゃないかっていう疑いを持たれてるんですけど、一応まあ、やったとされてるのはこの3カ国のみなんですけれども、まあ、こういう状況なんですね。で、そうすると、まあ、なんだインドとかパキスタン、北朝鮮、けしからんなというふうに思うかもしれませんけど、これはなんでこういうふうになってるかというと、もうね、アメリカとかロシアとか、まあ、主要な先進国が、もう核実験でね、やり尽くしてるんですよ。でも2000回以上多分トータルで地球上でやられてるんですよ。地上とか地下でですね。でもそれで散々データは取られてるんです。だからもう核実験は実際にリアルでやる必要はなくなっちゃってるんですよ。で、それがもうスーパーコンピューターの中に、アメリカとかロシアのデータの中にもう全て入ってるんですよ。だから新たにわざわざやる必要がなくなったっていうことなんですよね。先進国が核実験をしなくてよくなったのは、もう高度の演算機能を有するスーパーコンピューターの登場によってリアルでやる必要がなくなって、コンピューターの中で実験をすることができるようになったからに他ならない。つまりそのデータを取った途端にね、これでもうデータ必要ないよねっていうところまで来て、それで包括的禁止条約を結んで、で他の国がもう実験できないようにしてるんです。
そうすると自分たちがの優位性っていうのが保てますよね。先進国でもうデータをこうもうね牛耳っちゃってるわけだから、いくらインドとかパキスタンがこれから頑張ろうとかできなくなっちゃってるわけですよね。そういうことに反発して、もうじゃそんなこと先進国の好きにさせねえぞって言って、まあ、勝手にじゃあやらせていただきますっていうことでやってるっていうことなんですよ。だから必ずしもこういう倫理的道徳的観点から言ってるわけではなく、まあ、科学技術の進歩によって核実験はもう終止符を打たれたということになるわけですね。もう実験する必要自体がなくなったということ。まあ我々の世界で言うと、試験管の中で実験することをインビトロって言って、で、動物を使って実験することをインビボって言うんですけど、まあそれをもうインビボ、動物実験とかも、もうそろそろの動物愛護の観点とか、そういうまあいろんなことからですね、まあマウスぐらいだったらいいけど、例えば犬とか豚とか大きな動物を使った実験とかはもうやめましょうよっていう流れですよね。で、そういうのも、もうすでに動物実験のデータがコンピューターに入っていれば、あんまりマウスとか生き物そのものを使わなくてもできるようになってくる。つまりインビボの実験がコンピューター内でできる。そういうのをインシリコって言うんですけど、インシリコでできていくというまあ世界になっていくというふうに言われてるんですよね。なので、まあ要するにですね、データを取ったもん勝ちと。いうことで、そういう意味で言っても、スーパーコンピューターっていうのは、どんなに演算力がもう高くなって、もうその時点で世界一取っても、どん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 他の国がそれを上回ってくるんで、もうその戦いの中でやってるっていうことなんですよ。まあ、そういう文脈で言うと、まあ2位じゃダメもクソもないですよという、まあそういうことになります。ということで今日も長くなってしまったんで、一旦ここまでのまとめですと。臓器を作るまでの道のりに向けて、まあ、一歩一歩着実に進んではいるんですよ。ただまだ遠いんですよと。で、なんで遠く感じるかっていうと、まあ、そもそも最初に、まあ、バカンティが手品みたいなことをやって、それをもう再生医学というものを見せ物のようにしてしまったというところに大きな罪があると。で、それに対して着実に真面目に迫ろうとしていたのが、まあ、笹井良樹先生なんですよということ。で、その笹井先生が、まあ、言っていたこととかって、僕は未だに10年以上経っても、もう未だに心の中に結構残っていますけど、まあ、複雑なものは複雑なものとして継続するんだよと。そしてそれを、まあ、コントロールしたり予測していくというね、そういうことには科学技術のもう全体的な底上げ、例えばそのスーパーコンピューターとかもそうなんだけども、そういう、まあ、ライブ計測技術って言うんですけど、ライブ計測技術の、まあ、もう全体的な底上げってのはどうしても必要で、まあ、そこにやっぱり日本も予算を割いていくべきだということを、まあ、非常に主張されてたんですよね。で、仮にその時点で世界一になっても、まあ、スパコンの、まあ、演算力で全然足りてないのが現状だから、まあ、今後も富岳よりもさらにどんどん上が出てきてますからね。まあ、そういうことで、我々も、まあ、頑張っていかなきゃいけないってね、そういった話をされてた。まあ、その辺をね、思い出すところでありますと。ということでですね、スタップ細胞まで全然行き着きませんでしたが、まあ、そのスタップ細胞を提唱したバカンティと、そしてその犠牲になった笹井先生の、まあ、お話を今回させていただきました。まあ、その後ですね、いよいよ、まあ、iPS 細胞とは何で、ES 細胞とは何で、そしてスタップ細胞とは何であったのか、そこに、まあ、迫っていきたいと思います。次回で終われるかどうかはちょっとわかりませんけれども、まあ、よろしくお願いします。このチャンネルがいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは、また。